まず今回の災害でお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りしますまたそのご家族災害に遭われた方々にお見舞いを申し上げますそれらの方々にどのような支援ができるかと多くの方々が考えていらっしゃると思います現在は何より生命の維持や避難した生活が安全で快適に行えることへの対応が必要です それに加えてこれからは被災された方にどのような配慮をしながら接していくのかが大事となりますボランティアを含む支援をする人や今後被災者が新しい土地で生活するときのその地域社会の方々の配慮の仕方が重要ですその際に今から対応を考えておく必要がある課題について本日は考えたいと思いますそれは高齢の方や障害のある方 また障害のののののあるお子さんなどへの日々の暮らしの中でで支援ですその中で入院や入所中の方やすでに介護を受けている方への対策ももちろん重要ですがこれらの方々に比べて注目されにくいのが災害に遭う前は介護を受けていなかった高齢の方や困難を感じながらも生活を送っていた障害のある方々です。 このような方々では、災害をきっかけとして不自由さや困難さが増すことは少なくありません。しかし、それは防ぐことができます。それには、専門家だけではなく、一般の人々の接し方と工夫が絶対に必要なのです。それに関して、今回2つの観点に絞ってお話したいと思います。まず1つ目は、生活不活発病の予防です。生活不活発病は、 まさにその文字が示すように生活が不活発になることで全身の機能が低下することです動かないと体がなまる弱るというのはいわば常識ですが高齢者や障害のある人では特にそれが起こりやすいのです学術的な用語としては肺腰症候群ですが 生活不活発病というのは一般の方にもその原因や対策を分かりやすくするために用いられる用語です災害の時にこれが起こりやすいことが確認されたのは中越地震の時ですその時に介護を受けていない一般の高齢者の約3割に歩くことの難しさが出現し半年後にもそのうちの3分の1全体の1割の方で回復していませんでした 介護を受けていた人ではもっと多く見られました。ここで大事なことは、これは予防できるということです。そして、もし起こってきても、早めに見つければ、早めに改善する手を打つことができるのです。予防し、改善する上でのポイントは、生活が不活発になって起こるものなのですから、その逆に生活を活発にすることです。生き生きとした楽しい生活を送ることで、 自然と体も頭も使う機会が増えることが基本です特別の訓練や運動するということではありませんまたとにかくなるべく動くようにとご本人の努力だけに任せるものでもありません周りも一緒に工夫や支援が必要です生活活発病の症状は表にその主なものをお見せしていますが全身のあらゆる機能が低下するものなのです ここで大事なのはこのような一つ一つの症状が出る前に歩いたり立ち上がったりその他のさまざまな日常の生活上の動作が難しくなったり疲れやすくなることが起こってくることです。では生活不活発病の起こり方を少し具体的に見てみましょう。縦に示しているように生活が不活発なことによって生活不活発病が生じます。 それによって動きにくくなり、その結果として上への矢印が示すように、さらに生活が不活発になり、生活不活発病が一層進みます。このような悪循環が作られて、ますます進行していくのです。生活が不活発になるには、ご本人の意思の問題ではなく、動きたいのに動けない理由がたくさんあることに注意が必要です。本人のせいではなく、さまざまなことが影響しているのです。 動けない動かない理由の一つには環境の変化があります周囲の道が危なくて歩けなかったり避難所で通路が確保されていないために歩きにくいまた捕まるものがないので立ち,に立ち上がりにくい椅子が少ないので日中つい横になってしまうなどがありますまたすることがないので動かないということは大きな理由ですそれまで毎日行っていた仕事や家事や趣味や外出ができなくなったり 地域でのお付き合いや行事がなくなることがあります。周りの人がやってあげることが良いことだと思って、実はご本人のやりたいことまでやってあげることもあるので、気をつける必要があります。また、遠慮も重要な原因です。例えば、こんな時に散歩やスポーツをするなんて、と周りの人に思われるのではないかと、控えてしまうことはよく見られます。では、 二点目として高齢者障害のある方への適切な配慮に話を進めます適切な配慮ができるためにはどのような不自由なことや困難があるかを知っていることが大事です外見から分かることばかりではありませんまた困難があっても遠慮したり諦めていて自分で声に出しにくい人も多いのです 災害の時はさらにそうなりやすいと思って接していく必要がありますここにお示しているのは一般の方に配慮の必要な状態を知っていただきたいという点からまとめたものです覚えられるかなとも思われる方はまずはこの下に書いているようにコミュニケーションを取って判断し集団生活を送るには手足だけでなく疲れやすさも考慮する と覚えてみてはいかがでしょうかまず最初のコミュニケーションの困難不自由さですが情報は十分に伝わっているかまたご自分の希望を伝えにくくなっているのか伝えやすいのかということを考えてみてくださいその他判断や記憶の困難集団行動の困難な方がいます例えば集団生活でパニックになりやすかったり 他の人とは同じペースで行動できない人やお子さんもいますそういう方やそのご家族が周りに遠慮して避難所生活をしないことなどもありますまた歩くこと、立ちしゃがみの困難、手を使うことの困難で身の回りのことを行うのが難しい人もいますまた疲れやすさもぜひ配慮してくださいご注意いただきたいことは一人で 複数の不自由さを持っている人も多いことです特に高齢者は一つ一つは軽くても複数あることでそれらが重なり合って生活上の不自由さは大きくなりますさてここで考えていただきたい大事なことがありますこのような困難不自由さはその方々の一つの側面に過ぎないことです高齢者や障害のある方はともすれば弱い人だと 弱い面にだけ目が行きがちでありそれを補おうと考えがちですしかしそれらの方々はそれぞれかなりの能力をお持ちなのですその能力を知恵を力を一層発揮してもらえるように接し方を工夫していくという観点が必要です厚生労働省からは生活活発病による生活機能低下予防の啓発ポスターやチラシが出ていますまた、 専門家の働きかけについては、今回お話した内容に関係する多くの専門職の団体でチームを組織してお手伝いをする体制を作っています。しかし、地域社会で一緒に生活する方々の接し方、工夫がとても大事なのです。ぜひ広く国民の知恵と工夫を出し合えればと思います。